だんだん分かってきたぞ。キラーから溢れ出る魔力にあやかろうと、人間や魔獣が自然と集まってくるということだ。そして最終的にはピラーの周辺に集落が出来上がるってわけ。ピラーはその中でも最も強いものを守護者に任命し、そいつに強力な力を与えることで自らを守らせる。だが所詮は弱者の浅知恵、私には無縁である。守護者ごときで私を止めるのも不可能だがな。こいつらさっきから何をビビっている。時間だ時間だと何の時間だ。わわわ、時間です。バレンティーヌ様のご帰還でございます。もうどうなっても知らないのです。だ大公爵様が、わしにもまだ運が残っておったか。バレンティーヌ様、お帰りなさいませです。お帰りなさいませです。出迎えご苦労。で、これはどういうことじゃ。お前たち客人のもてなしがおろそかになっておるようじゃが、わらわの花の大公爵の名に泥を塗るつもりかえ。申し訳ございませんです。はわわ、ふん、こいつか。バレンティーヌ大公爵様、わしはこの砦のピラーに認められ、ここを守護する大公爵様の盾にございます。あ、なんだあいつ、まだ喋れるじゃないか。ダッキ兵、お前少々決定力に欠けるんじゃないか。わしにどうかお力を。大公爵様のご加護、気のせいにお与えになったような力をわしにもくだされ。てったら砂漠の覇者になれる力をいただきたいのです。魔女の名にかけ、何とぞお約束の遂行を。魔女の名にかけた約束ときたか。よかろう、ソチとのその約束果たしてやろうぞ。まことでございますか。この大公爵、嘘は言わぬ。さあ思考よるがよい。そこにいてはわらわの愛を加護を与える誓いの接吻もできぬわ。それともどうした、おじけづいたかえ。魔女の誓いというのも面倒なものじゃ。じゃが約束とあればいくらでも愛してやるぞ。わらわのやり方で。じゃがな、何人倒そうが一度でも負ければ守護者としては失格。つまらぬ男よ。敗北は死、最後はせめて花となり、そちの無味な性に彩りを添えてみよ。コリゴン、後始末をしておけ。はい
おーい、茶番は終わったか？無視しやがって。それで余裕を見せているつもりじゃないだろうな、大公爵とやら。わらわの領地に手を出した愚かな魔女というのは主かい？これはまた可愛らしい魔女もおったものじゃの。そうじゃな、弱いは100と少しといったところか。答えずともよい。わっぱには何を差し置いても甘いものじゃ。地層しようぞ。コリゴン、何か甘味物を持て。術で出してもよいが、それでは味気なかろう。それにしても主は見たことがないの。名は何と申す？お前に聞かれて名乗る名はないが、聞いて驚け。私こそが偉大なる沼の魔女、メタリカ様だ。沼の魔女。さて、そのような魔女おったかの？主、ヴァルプルギスにはおったか？魔女たちが一堂に集う伝統ある魔女たちの夜会よ。ヴァルプルギスの夜会だと？なるほど、夜会に招待もされぬ半人前の魔女であったか。半人前の魔女とは今日も失せたわ。甘味物でも食べたら自分の沼に帰るがよい。領地を荒らしたことについては不問としてやろう。若さと無知に免じてな。私をコケにするとはいい度胸だ、このアバズレ魔女が。魔女としてわらわと対等に話をしたいのなら、せめて夜会に呼ばれるようになってから来るのじゃな。だが主のような世間知らずの跳ねっ返りも嫌いではない。どうじゃ、わらわの夜富の相手を務めたいというなら考えてやらぬでもないが。言いたいことはそれだけか。娘がいきなりおったか。
よく避けたと褒めてやりたいところじゃが、直撃を免れたとでも思っているのかえ？うん、バカにしやがって。そこを動くなよ。ふん、その程度の実力では遊び相手にもならぬわ。余興は終わりじゃ。自分に何が起こっているのかすら分かっておらぬようでは話にならぬ。なんだと。わらわに立てつくには千年早かったようじゃの。所詮わっぱの魔女ごっこじゃ。行くぞコリゴン。かしこまりましたです。あわわ。おい待て。追うぞ百鬼兵。あん、息苦しくて仕方ありませんわね。あらあら嫌ですわ、こんなところに人間の亡骸。あ、尻尾。